やあみんな、肘肩ストレッチの時間だよ。怪我をしないために今日は5つのストレッチを準備したよ。よろしくお願いします。太一よろしく。まず1つ目のストレッチはこちら。もも、そしてお腹と、腕を前に倒す。そして抱え込め。まるでこれ知恵の輪のよう。力んで力んで、ケツは見るなと言うとるじゃろうか。どうだ、聞いてきただろう。肩のストレッチ、ももでもいかが。上手は変わるもんだぞ。2つ目いこう。手を広げてみろ。これを首元に当ててごらんなさい。上を見とほら、お月様が輝いてますよ。ポーズ、トサカ、あ、なまち、喉仏にトサカを生やすよ。してみろ。じゃあ顎を開きなさいや。どうだ、伸びてきただろうか。それでは最後のストレッチやっていきましょう。膝、足首、落ちますか。そのまま体育座りになってごらんなさい。足を膝にかけ、竹の棒を一本差し込みましょう。よきっとな。その竹はなんと願いを叶えることができるのです。私の願い事はお肉いっぱい食べたいな。あなたの願い事、天に向かってごらん。きっと叶うはず。このストレッチは伸びてる箇所が5つあります。首、耳、もも、すね。まんべんなく平らげてね。ごちそうさまでした。みんな大好き肘肩ストレッチ、今日は全部で5つのストレッチを紹介していったよ。トサカのストレッチと胸、そして抱え込み、知恵の輪、全部やったら元気もりもりになっちゃうんだぞ。ダンスターも頑張ろうね。ありがとうございました。もうちょい長め、ね、もうちょい長め、はい、真顔でいないと。そうそう、真顔、はい、俺はとりあえず動かなくていい。そう、とりあえず動かなくていい。もうちょい長め、どう、まあ、まあ、今日は D リーグ後半戦、それあのに向けた体作りのために大事なストレッチを5つみたいな。あ、オッケーオッケー。全然指の数違くて大丈夫。オッケーオッケー。5つやっていきます。はい、やっていきたいと思います。はい、はい、はい、OK です。はい、これでそっちからこっち向く、カメラ向いた方向に向く、あの違う方向から向くのをやりましょうか。向こうから、とももっと向こう向ける。あ、そっから。せーの。せーの。はい、で下から。せーの。それでは最後のストレッチ。行きましょう。膝、足首、落ちますか。そのまま体育座りになってごらんなさい。に向かってごらん。きっと叶うはず。はい、全然良さそうです。そのまま
ましょう。きっと天に向かってごらん。きっと必ず勝つ。お願いか。分かった。